そうっすね、ないでしょ。全部肉に絡まし、まりましたね。一度でいいから見てみたい女房のへそくり隠すとこ、リュウジです。はい、ということでですね、今回は最初に思考シリーズをやってしまって美味しすぎてもうボロ酔いしてしまいましてですね、でもまだ全然平気です。ここから僕のお楽しみをもっと加速させていこうと思いまして、今日はね、僕ら大好きなおつまみ、かなり初期の時のレシピです。バターチリチキンってね、つまみ特化型料理を作ってきたけど、もうこれね、めちゃめちゃ簡単でめちゃめちゃうまいので、めちゃめちゃ作ってほしい料理なのでやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料説明、もうこの手羽中、手羽先とかでもできるはできるんですけども、僕この手羽中が一番好きです。あのこれ鶏のスペアリブとか手羽中とかで売られてるやつですね。これ 200g、 今回 220g あるんですけども、これを使っていきます。であとニンニク、まあちっちゃめ一かけ、これも全部使わないぐらいですかね。同量のね、あ、鶏肉とかでもできます。僕お酒飲みたいので、骨周りの肉ってね、つまみにすごいいいんですよね。あのテフロンの死んでないフライパンをね用意します。はい、ここにねお塩パラパラと、振っていきます。お肉にね下味がついてると、やっぱね、あのソースと絡まった時に味がね均一化された方が美味しいんですよね。なので下味をつけるっていうのはちゃんと意味があるんですよ。揉み込んで、味をつけていきます。はい、骨付き肉はね、できれば常温に戻した方がいいんですけども、ちょっと常温に戻しておけばいいんじゃないかなっていう感じですね。はい、これ多分 10g ぐらい、はい、で火つけます。火はね中火、こんがり焼いていきます。溶けてきましたね。溶けてきたら、これね、皮目から焼いていきます。熱いお肉だとね、焼き加減を気にするんですけども、基本的に手羽中だったらね、そんなに、気にしなくても、こんな感じですね。のバターの焦げた香りだけで飲めるの。バター入れとけば何でもうまいからね。僕は美味しいものを食べたいがために料理をしているので、うまくなるものは全部使っていきます。骨肉の方が、もも肉よりも、なんか骨にしたいから美味しいとかっていうのがあるんですか？ああ、そうそうそう。あ、いい質問しましたね。基本的に骨の周りの肉の方が、旨味が強いっていうふうに言われてます。なんか骨付きのカルビとか、そこら辺だよね。骨周りの方がゼラチン質なんですよね。ゼラチン質がね、多いんですよ。骨周りの肉っていうのは煮込みに向いてるんですね。なぜならゼラチン質が多いから。ゼラチン質が多い肉っていうのは、煮込むと柔らかくなるんですね。ゼラチン質が多くない、お肉っていうのはどういうところかっていうと、鶏とかだと胸肉ですね。胸肉はどんだけ煮込んでも結構硬いです。むしろあれは火を入れないでミディアムぐらいに仕上げた方が柔らかいお肉なので、まあ、だからこの手羽中っていうのは煮込むとめっちゃ柔らかいですよ。そう、きよしさん、あのここ僕のチャンネルでもコラボしてもらったんですけど、アジアンガンフジェネレーションのきよしさんが料理動画やってるんですよ。めっちゃうまそうな料理作ってるんで、このチャンネル見てる方はね、あの清水キッチン見てください。謎の番宣を別に頼まれたわけじゃないです、はい、こうやってこんがり焼けましたね。これぐらいこんがり焼いちゃって大丈夫です。ずっと中火で焼きました。でここからです。ここからフォーク使っていきます。火はね少し落としちゃっていいですけども、弱火、弱火、ケチャップがですね、大さじ2です。これね、カゴメのケチャップ使ってます。僕ね、カゴメのケチャップをほとんど使ってるんで、今タバスコもね、これねチリなんで、チリっていうのがタバスコのことなんですね。これ小さじ1です。おろしニンニクですね。まあ半かけ分ぐらい、はい、大体 2、3g ぐらいですね。こう炒めながらこの手羽先にから、あ、手羽の中に絡めていく。もううまい。香りがこう料理で鼻に運ばれる、この香ばしいニンニクの香りで、ああそう、ああもうね、ここもつまみになるってね、一石二鳥じゃないですか。おろしニンニクはね、あの結構ね、あの火を入れた方がニンニク臭さっていうのが飛びますんで、気になる方はあの長めに火を入れていただくとニンニクの香り落ち着きますんで、と全体が絡まって、ほらもうね、ソースねないでしょ。全部肉に絡まし、まりましたね。そしたらもうこれ完成でございます。盛り付けていこうと思います。こんな感じでちょっと
おしゃれに、あ、パセリをこうパサパサとね、かけていきますね、これね。ちょっとね、黒胡椒もちょっとね、パラパラと振りましょうか。はい、あら、ということでバターチリチキンの完成でございます。はい、ではですね、食べていきたいと思います。いただきます。麦とホップのやつ、ビール的なやつで言いましょう。いただきます。このタレの絡まった、おお本当うまいな。お前は最高にうまい。うまっ。タバスコがね、めっちゃ効いててね、初期の僕のレシピめっちゃうまいですねケチャップとニンニクとあのバターなんですけど、炒めることによってやっぱね、甘さが際立ってますね。ケチャップの酸味とかほぼなくなってます。骨の周りだから旨味すっごい蓄えてる、お肉なんですけども、旨味と辛味がね備わったこのテキンがね、なんだこれはっていう感じになってますね。普通にそのままやると結構辛いから、タバスコで調節してください。辛さ上等っていう方はこのままやっていただいて、このソースはね、実はね、何にでも使えて、鶏肉炒めてもいいし、豚肉をなんかちょっとポークチャップみたいな感じでこのソース使っていただいても本当に美味しくなるので、このね、ソースの作り方だけでも覚えておくと非常にいいと思います。たまらんチキンと名付ける。マジでうまい。これおろしニンニクね、すんの面倒くさかったらチューブでもいいんですけども、あと辛さはちょっと辛めになってるので調整してください。とにかくビール。なので皆さん本当においしいので、ぜひやってみてください、ね、そういう質問どんどんしてっていいよ俺わかんないからさ。俺は全部あれを知っちゃってるから、だから疑問に思うことはないので、疑問に思うことは全部言っちゃってください。はい、ありがとうございます。はい、こういうところで、やっていきます。これあのコココロキッチンスタイルですね。これ料理系 YouTuber の方々も全員見てるからさ、これ料理動画見るの大好きだから。この間もこみちさんのことすげえ言ってたけど、コココロさんも見てます。コココロさんもロピアさんもほぼ見てる。もちろんハルアンちゃんのも見てるよ。コラボさせてもらったからね、ハルアンちゃんのも見てる。最近はね、まかないチャレンジの大将がめっちゃ好きで見てる。